イラン核合意の立て直しに向けた協議が、当事国の一つであるロシアによるウクライナ侵攻を受けて不透明な情勢となっています。アメリカとイランの間接協議は大詰めを迎えていたものの、11日に中断したことが明らかになりました。ロシアが核合意が再建された後のイランとの貿易について、ウクライナ侵攻に伴う制裁とは関係なく保障するよう求めたことが理由です。 これを受けてアメリカは、ロシアを排除した形での合意を模索する可能性があると、ウォールストリートジャーナルが13日、国務省公館の話として報じました。また、ヨーロッパの外交関係者の話として、EU もロシアなしでの合意に向けた検討を始めたと伝えています。